どうもねずっちです。WBC 韓国代表のですねイムチャンヨン投手が、沖縄で、車を運転中に接触事故を起こしたんですね。しかもですね、あの日本の運転免許の有効期間が過ぎていて、無免許の状態だったというんですね。これはいけないですね。まあイムチャンヨン投手ヤクルト時代ね、素晴らしいあのクローザーとして活躍していましたけども、今回の行動は抑えが効かなかったんですかね。ねずっちです。甚だ簡単ではありますが、また。